私たちは今巨大なプリンのようなものを今見てます、ね、縦にしてこんな感じです。教授君、うん、そしてなんとこれが銀閣寺、あれ銀閣寺と教授チロマニクさんと崖を登っています。とっても辛い道ですが頑張ります。あれ広角のいいところは広いところ広く撮るじゃなくて狭いところ広く撮りたいときに使うから、広いところ広く撮るのあまり意味がない。これの銀閣寺です。銀閣寺銀閣寺だなって満開の哲学の道を歩いてます。おはようございます。今日も一日頑張って観光してまいります。今日は金閣寺、仁和寺などのエリアに向かってまいろうと思います。金閣寺はもう全然50年ぐらい前に行ったきりなんで覚えてないです。あの頃はまだ金閣寺も燃えてなくて、嘘です、やり直し。おはようございます。今京都のホテルにいます。観光2日目頑張って観光してきます。日差しがきついです。それでは行ってきます。金閣寺に向かおうとしています。参道に向かっています。ここから先一体何があるのでしょうか。大量の松ぼっくりです。とうとうやってきました金閣寺です。はい、生肉さん、あれを説明してください。これは、金閣寺は、金閣寺は録音寺の、六音寺の、ここの名前。これシャリ伝になるんですか。シャリ伝って何ですか。骨が入ってるらしいですね。誰の？鹿？お釈迦様？お釈迦様？なるほど。骨が入ってるらしいですよ。お、頭に輝くのはあれは鳳でございますか。ああ、鳳でございます。おぉ、きらびやかですね。金閣寺は、あれはいつ建てられたものでしょうか。室町時代。ああ、なるほど。その当時の建物なんですか。いや、もう違いますよ。ちゃう。そっか。それは残念です。ありがとうございました。はい。カピカですね。今日はもう鳳凰も輝いていい天気で素晴らしい。もうえげつないほどピカピカですね。シャキーン。2層までが金箔なんですね。で一番下は金箔じゃない白壁です。これが陸州の松という五葉松の一種で樹齢が600年、足利義満が愛用された盆栽だそうです。船の形に仕立てられています。岡船の松とも呼ばれています。手前はこのように砂をやる、なんとかなんとかなんとか庭園ですね。忘れました。金閣寺が綺麗に映るようにこの綺麗なお水を先の方で濁らせて、で一旦溜めてそれを池に放って、で金閣寺の緑色の
池になっているそうです、うんうん、そうするときれいに水面に金閣寺が映る、うんうん、という仕組みです。ここは才能ください。あ、おいおいおい、才能が弾かれてったぞ。でも皆さん弾かれてる方もいらっしゃるから、もうちょい頑張って、はいはい、ゲームじゃないんだからさ。100円投げたのに。え、100円投げた、100円弾かれた、100円弾かれたのか、入らないね、無理か、惜しかったね。惜しかった。こっから見ても絵になる金箔で、うん、綺麗ですね、うんうん、生垣に足かけてるガキがいるんでね、こういうね、足をね、こうね、乗っけてるやつがいる。なんかいきなりドカッと乗っけてる、なんてやつだ、なんてやつだと思ったら、外国の方だったんで、仕方がない。座っていいんだよね。おう、ここは、鬼神島という腰掛けで、昔高貴な人が座ったそうです。今は、このような高貴な人が、はい、もっと偉そうに座って。大きな方ちょっと下がりですよ、こうやるんですよ、うん、まあそうだろうね、うん、そこは石化亭です。と南天の木の、南天の木の床柱に萩をの根元と枝元の方を交互に編んだと言われる、うん、床を右手に使用されている有名なところで、名室のなんかわかんないです。金閣寺と言ったら当然このピカピカの金閣寺ソフトですよね。どうですか生肉さん、はい、キラキラを見せてくれ。これね、もう贅沢だから、こう金粉をね、贅沢に、あれ裏にはかかってない。そうなんです。あら、私のはこうかろうじてこう裏にちょびっとかかってますけどね。ジョージさんのはちょっと抹茶だからちょっと見えづらいですけど、ちょっと見えづらい、うん、私の方が見やすいかと。またいつもと違った趣で石庭拝観と参りました。生肉さん、今日の見どころはどこですか。この龍安寺の石庭 の、 あの石がね、うん、木で並んでるこうお庭的なものが、うん、お庭的なものがあるかしらね、うん、で石と砂の波がこういい感じのワビリアンサビリが、うん、やはりこう、うん、あ、桜の散っていくような風景の中を、アヒルかガチョウかよくわかんないけど白い水鳥が楽しそうにしてます。かわいい。ここは龍安寺で、うん、有名な石庭に来ております。石庭の左で、全て木や草を一つも使わずに石と砂だけで表すというのが石庭です。壁は油を使って、ちょっと風情のやり直す。壁は菜種油と土を混ぜて作られた油土塀によって囲まれていますので、時の経過によってだんだんと色が変わっていくのを見どころ。そして庭には15個の石ときれいに整えられた砂で象徴化されたこの模様、これが何を意味するかは誰も分かりません。
面白いと。桜だらけです。すごいです。垣根はね、寺によって違うらしいです。おー、すごい杉林のようですけど、これ全部若いです。うん、こから途中から青くなるぐらい若い。すごい音がしてますね。木を今切り倒すようですよ。音が鳴ったのですごいことです。あたり一面桜です。こっから見ても綺麗な御安寺にお別れをします。天候で光る養分がここで見てます。自然光で見るとこのようになんか金運をきれいにふわふわっと鮮やかに見えます。見事なお室桜でございます。すごい、ね、木を這うように咲いています。珍しいことだと思います。すごい桜で、こう枝分かれが激しいんですよね。すごい枝分かれして咲いてます。こんな感じで四方八方にまんべんなく行き渡るように咲く綺麗な桜です。ここなんてもダイヤ柄にこう織り交ざるようになっているのは全部、枝がどんどん背広がりになっている。綺麗なお堂ですよ。なんという可愛い電車の色。これ来たのだいたいハスの仏やたまちゃんもいましたよ。かわいいですね。こっちを伺ってるように見えますね。こう光がこんな大きな川の気がしてますね。桜の咲く嵐山に今来ております。3羽もいますよ。近いところ。さあ一生懸命探して。